熱海温泉は桜と梅の日本一早咲きの地として知られています。梅まつりも1月12日よりオープンしており、1世紀にわたる歴史を持っています。梅園を舞台にした歌もたくさん作られており、本日はその中より梅まつりの歌、園の梅を続けて回せていただきます。桜祭り終了後はぜひ梅園にも足をお運びいただければ幸いです。立ち方、美穂、小夏、愛知を静かでお送りいたします。